松明を持ったヘカテイと戦う巨人クリティオス。ペルガモンの大祭壇。ベルリン、ペルガモン博物館。クリティオスはギリシア神話の巨人、あるいは人物である。主に、などの他数人が知られている。このクリティオスはギガースの一人。ギガントマキアーの際に神々と戦い、ヘカテイに松明で殴り殺された。このクリティオスはアテーナイ内の人で、 娘ペーノーの父。ペーノーは、シキオーンオーラーメドーンの妻で、ゼウクシッペーの母。またクリティオスの子孫、イアニスコスは、シキオーンの王。このクリティオスは、オイカリア王、エウルトスと、ピュローンの娘アンティオペーの子で、兄弟のイーピトスと共にアルゴナウタイの一人、コルキソウ、アイエーテイスに殺されたという。このクリティオスは、アルクマイオーンとペーゲウスの娘アルシノエーあるいは、 アルペシボイアの子。クルティオスは、予言者の一族クルティダイの祖で、アルクマイオオンを殺したのが、母の兄弟たちと知ったとき、彼らと同じ土地に住むことを嫌い、エイリスに移った。このクルティオスは、トロイアオラーオメドオーンの子で、ティートーノス、ラムポス、ヒケタオーオオン、プリアモス、ヘイシオネー、キラ、アスティオケート兄弟、カレートール、また一説にプロクレイヤーの父。 トロイア戦争の時クリティオスはトロイアの長老の一人だった。しかし、ラーオメドーンとその子供たちはプリアモスを除いてヘイラクレースに殺されたとも言われる。このカレートールはトロイア戦争でダイアヤースに撃たれた。ありがとうございます。